チャレンジカップ準決勝、福岡ソフトバンクホークス対中日。バッターボックスは6番松田。ホークスこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおも追加点のチャンスを。初球打ち、ショートの横抜けた、ワンバウンドヒットになりました。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー3塁1塁。バッターボックスには5番内川。ツーアウトランナーありません。インサイド打ちました、ヒットになった。ツーアウトランナー1塁。9番バッター若月、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあ、そう試合を制したのはソフトバンクホークスです。小宮山さん、